やっぱり一定の期間海外にとどまると、いうことに関してですね、その生活に、溶け込んでいくというか、ギャップがある中、やっぱストレスもいっぱいあると思うんですよね。留学時の1年間で楽しいことばかりではない。子供すぎるとまたそういう我慢が効かなかったりとか、もしくは反対にそこの文化に溶け込みすぎちゃったりっていうか、そこの文化が自分のオリジナルになっちゃうような影響を受けるかもしれないんですけど、自分の自我を成長させながら、そしてまだ最も我慢の効く時代としての高校時代っていうのは本当にいい時期だったと思いますね。シカゴで働いた時に、シカゴのプロジェクトチームに AFS だって分かった時にですね、あ、私も AFS だったっていうアメリカ人の社員の人がいて、あ、オランダに行ったとか、そんな形でですね、AFS っていうその一つの共通の経験だけでですね、何かその仲良くなれるところを持ってるんですね。やっぱり共通の体験というかね、それをベースにしてる文化がだから共有されてるところに安心感というか、つながる感があるんだろうなと。本当に、歴史の古い団体ですからね、思わぬところで元 AFS っていうか AFS リターニーに世界中で出会うわけですよね。初めて会話する一言の関係よりも、一気にね、10も100も会話したような関係に一気にいけるっていうところが一番のメリットっていうかね、それはすごいこと、すごい価値を将来的っていうかね、実はこの世の中では持っているんですよと。